皆さん、こんにちは、ゆっくり霊夢です。この頃、暑くなってきたわね。夏の準備は進んでるかしら？お待たせしたな、こちら、ゆっくりマリサだぜ。暑さに負けずに、元気に過ごしてるかな？さてと、今日の話題は、あの手に入れられなくなった商品たちだ。一体どんな商品が紹介されるのか、ワクワクしながら聞いてくれよな。それが消えたあの商品販売終了した驚きの名品7000だぜ。確かに、聞いてみてびっくりするような商品もあるかもしれないわね。皆さん、今日もゆっくりしていってね。それでは、始めるぜ。さて、最初の名品は、桃の天然水だ。1996年に日本タバコ産業、通称 JT から製造販売されてた清涼飲料水だぜ。でもな、その後に起きたカビ混入事件でイメージが悪くなっちまったんだ。え？カビが入っちゃったの？それは驚きだわ。それと同時に無糖系飲料の台頭もあったの？そうなんだぜ。お茶とかの無糖系飲料が出てきたから、桃の天然水の販売本数は徐々に減っていったんだ。それから JT はパッケージを変えたり、2002年からはいろんな天然水シリーズを発売してテコ入れを試みたけど、効果はあまりなかったそうな。それは残念だったわね。でも、その桃の天然水、一度飲んでみたかったなぁ。そうだよな。消えてしまった名品だからこそ、思い出も深いんだぜ。二つ目はドロリッチだぜ。これも昔、150円で販売されてたんだけど、発売当初の内容量が 220g から次々と減っていったんだ。え、でも価格はそのままだったの？それってどういうことなの？そうなんだぜ。価格はそのままにして内容量を減らす手法、それをシュリンクフレーションやステルス値上げと呼ぶんだ。そういうのって、お客さんは納得しないわよね。実質的に値上げだもの。その通りだぜ。同社はお客様を欺くような意図はなく、リニューアルの度に商品価値の向上を図ってきたと言ってるけど、SNS 上ではサイレント容量減少が原因でしょ。告知もせずに 220g から 100g も減らすなんてやりすぎという声も多かったそうだ。それはあまりにも悲しいわ。でも、それが現実なのよね。そうなんだぜ。消えた名品にはそれぞれ背後にドラマがあるんだ。三つ目はボルビックだぜ。これ、フランスのオーベルニュ火山自然公園の地下にあるボルビック市から採取してた水なんだ。でもなんで販売終了したの？何か問題でもあったの？そうなんだぜ。実はこの地下水が枯渇しちゃってるんだ。毎秒89リットルもの水が汲み出されてて、地下に水が溜まるスピードを大幅に上回っちゃってたんだ。それって、とっても大問題ね。でも、それだけが理由じゃないんでしょ？正解だよな。外国産の天然水の人気も下がってきているんだ。そのため、日本での販売も終了したんだ。そういうことなのね。自然に優しくないと、こんなに大切なものがなくなってしまうんだわ。四つ目は、なんと、スナック菓子のカールだぜ。え？カールがなくなるの？それって大変なことじゃないの？まあ、完全になくなるわけじゃないよな。実は、明治が東日本でのカールの販売を終了させているんだ。全国に5カ所あった生産拠点を4カ所閉鎖して、松山工場だけでの生産に縮小しているんだぜ。そうなのね。それでもカールは残るんだね。でも、なんでそんなことになったの？それは明治の戦略変更の一環だと思われるぜ。ホームページによると、市場環境やお客様ニーズの変化により長期的に販売規模が低迷しており、収益性の確保が難しいことから完全に販売を終了せざるを得ない状況でした。との記載があるからな。それならしょうがないわね。でも、カールが関東からなくなったのは寂しいわね。5つ目は、チューペットについてだ。ああ、それって夏に凍らせてパキって2つ折りにして食べるのが有名になったやつね。そうだぜ。実は、2009年5月にカビの混入事件が発覚したんだ。調べたら、毒性は弱いけど、2種類のカビが見つかったんだよな。それはどうして？実は、チューペットは原料溶液を約115度で殺菌した後、ポリ容器に詰めて、約85度で再び殺菌するんだ。でも、この時にカビが混入したみたいで、85度の殺菌では死滅しなかったんだぜ。そうなの？でも、なんでその殺菌温度をもっと高くしなかったの？それは、ポリ容器の強度の問題だぜ。二度目の殺菌温度はこれ以上高くできないんだよな。じゃあ、カビの混入を完全に防ぐためにはどうすればいいの？
それは難しいんだぜ。なんと、約3500平方メートルある工場の半分を作り直さないといけないんだよな。だから、同社は再開を断念したんだ。そして、2009年8月には公式ホームページで生産終了を発表したんだよな。そうなの？だから、あれ以来チューペットを見かけなくなったのね。うん、そうだぜ。本当は好きだったんだけどな。私もそうよ。でも、カビ混入はちょっと怖いわね。まあ、でも、その結果、他の飲み物メーカーも衛生管理に気をつけるようになったんじゃないかな。それなら、少しは良いこともあったのかもしれないわね。6つ目はな、ワタパチについてだぜ。ワタパチ、そういえば確かに最近見ないわね。そうなんだよな、2016年8月に製造と販売が終了しちまったんだ。代わりの商品とか類似品の発売予定もないって話だぜ。それって、何か原因があるの？実はな、明治製菓からは詳しい理由は出てないんだ。それなのになぜ生産が止まったの？ネット上ではな、ワタパチに似てるドンパッチと炭酸飲料を大量に摂取したら死亡事故が起きたって情報がちょこちょこ出てるんだよな。それは恐ろしいわ。でも、それがワタパチの製造停止と直接関連あるの？それは確証がないな。ただ、そういう噂が飛んでいるってだけだぜ。でもワタパチの生産が止まったのが残念だわ。ふわふわの食感とあの爽快なパチパチ感が好きだったのよね。確かにな、またあの刺激的なパチパチ感を味わいたいよな。最後の7つ目は消費も急だぜ。知ってるか？これが生産終了になった理由がなんだか。それって何だったの？実はな、明治に取材したところ、製造設備の老朽化が終売の理由だったって明かされたんだよ。製造設備の老朽化？それってどういうことなの？つまりな、製造のための機械や設備が古くなり、効率的に安全に生産できなくなったんだ。そこで、新しい設備に投資するか、それとも生産を止めるかの選択を迫られたんだよな。そういうことなのね。でも、グミ市場が不調だったからじゃないわよね。ああ、そうだ。グミ市場自体は不調ではなかったんだぜ。ただ、これはあくまで消費も急の事情だからな。いくら商品が人気だからといって、製造設備が古くなったらそれはそれでリスクが増えるんだよな。確かにそうだわね。安全に作られていない商品は、誰も食べたくないものね。そういうことだぜ。この話からも、商品が消えていく理由は様々だってことがわかるだろう。そうね。全部を知ることはできないけど、理由を考えることでまた新たな視点が見えてくるわよね。まさにそうだぜ。すべてを知るのは難しいけど、知ることで見える世界が広がるんだ。というわけで今回は消えたあの商品販売終了した驚きの名品7選を紹介しました。自分たちが日常的に使っていたものが、ある日突然消えてしまうのは寂しいものだぜ。でも、その背後には様々な事情があるんだ。それぞれの商品には、それぞれの理由があったわね。思い出の品がなくなるのは寂しいけど、製造を続けることが難しい理由も、今日の話を聞いて理解できたわ。そうだぜ、霊夢。製造中止の背後には、見えない労力や課題が隠れているんだ。でも、それを知ることで新しい視点が生まれるんだよな。それは面白いわね、マリサ。次回の動画も楽しみにしているわよ。ありがとう、霊夢。そして、動画が面白かったら、高評価とチャンネル登録お願いします。